はい、今日はさ、なんだっけ、黒岩知事のね、なんか励ます会とかいろいろあってさ、でそれね、だいぶ前に申し込んでたんだよ。で、そこの参加メンバーの一人がね、札幌行ってきますって今日フェイスブックに出てさあれこいつ絶対安全だなと思ってで、フェイスブックって怖いね、どこに誰がいるか分かるからさしょうがない、誰か一人代わりに連れていかなきゃいけないってまあそんなことなんだけどね。昨日はさ、なんだっけ、またその孫のね、お宮参りっていうのをさ、まあやろうってことで、でちょうどいいのがほら海南神社ってね、神社があってさ、でそこでいつもはね、お宮参りやって、でその後三上写真館とか写真撮って、でその後さ、蔵でね、そのままほら流れでさ、懐石料理食べてさ、で昨日はもうね、昼からちょっと日本酒飲んじゃってさ、あやべえなと思っていたらカクッと意識不明になってで目覚めたらみんな手持ち無沙汰だったんで、でこれから焼き肉食おうかなつって、で今度いいね、隣の葉山商店のさ2階がほら宴会場になってるから、そこに移ってね、みんなで焼き肉食べてそれでまた飲み出しちゃったっていうさ、まあ、ひどくなって、ここのとこねやばいわ、みんなも気をつけた方がいいよ俺が一番気をつけようって話なんだけどさ、ほら業界のさ宴会とかね、ほらそういうのはさ全部お答えしてるんだよな、でもやっぱ身内だとかさ、あとこの間もね、知らない間にさ、なんか忘年会とか入ってて、でな、え、俺これだけ何忘年会やるのみたいな、でまあしょうがない忘年会やったりなんかしてさ、でね、今度は青県かな、また忘年会があるんだけどさ、なるべくね、こうほら、年末年始で、ね、体壊してもいけないからって言うんで、なるべく抑えてるのに、なんか逆にさどんどん体に悪い方に悪い方にいくよね。で、まあその時にね、いろいろ考えてるとね、来年僕ね60歳なんだよな。で、どうするんですか、ね、赤いちゃんちゃんこ着るんですかなんて言うんだけど、着ないっつってんのにで、じゃあ赤いセミファンが買ったのですかって、そんなの着ないからっつって、でね、困んでんだけど、まあ年は取るよね。で、今ちょうどなんとかな、本をさ、新刊本のやつをね、また先週からちょっと書き足してて、っていうのはフラシア出版のね、出版物足んないんですよなので早く、ね、出さないとさ、ね、数が追いつかないとなかなか占有率低くなるじゃん。で、おかげさんで今ね、なんだ、日版だっけ、当番ね、当番の方がさ、一応きちっとこの許可取れたから、まあ、今までと同じような形で、書店に本が並ぶっていうからさ、まあ、とりあえずちょっと今頑張って書いてるところだ。でそれでね、その中にね、一つちょっと書いたのはね、若いうちってさ、時間ってね気にしないんだよな。でさ、無駄に使うよね。で俺なんかってさ、今こう60になってくるとね、もうちょっと前倒してこういうことした方が良かったのかな、ああしたら良かったのかなと思うよね。で一番簡単な話だけど、住宅ローンってさ、で僕は25の時に初めて住宅買ってんだよな。でそれでさ、ちょっとビビりながらだけども25年ローン組んでるんですよ。でそう、25で25年ローンだと50歳で完済するだろ。でそうすると50歳以降はさ、まあね、住宅ローンがなくなるわけだから生活コスト下がるよね。ところがまあなんだかんだ言って、結局最初の物件からどんどん買い替えちゃったんだけど、要するに50くらいになってからさ、あそろそろ住宅買わなきゃいけないなと思う人がいるのよ、ね、子供の手が離れて、今ね借家住まいに行っていて、で家賃さ12、3万払ってる人だと、なんかこのまんま老後を迎えるとさ12、3万の金払えるんじゃないかなと思って住宅を買いに来る人がいるんだよ。でそうするとこの人50になっちゃうとさ、住宅ローンって、ね、定年退職までなあといくつですか、言うと、うちは65まで働けるんですよ。あそうですか、じゃあ65ってなると、じゃあ50歳でって言うとね、15年ローンしか組めないんだよ。そうすると15年だと返済が高くなるじゃん、ね、でそうすると結局12万円で返せない、ね、じゃあ12万円の中で、返せる15年返済をするとなるとね、まあせいぜい、2000万以下の物件になっちゃうじゃん。そうすると僕がね、25歳で買った時のマンションと同じようなものしか買えないんだこの人っていうことになっちゃうわけじゃん。でそれはね、何かっていうと時間だよな。で若い時に僕はたまたま住宅ローンを組んで住宅を買ったから、ね、要するにローンの返済がどんどん減ってって、で資産が拡大したよな。それバランスシートで見るとさ、家賃は要するに支出のみでしょ。ところが住宅ローンの場合は
支出はローンなんだけど金利部分が、ね、あの経費で元本の返済はストックに回るわけだよな。だから当たり前だけども要するに早くから資産を増やす人っていうのは資産を増え続けるようになるでしょっていうことだよな。それが、50過ぎたり過ぎて、ね、考える人もいるような。あともう一つさ、まあ今度ね新たに来年また新卒の人来るけどさ、で、あの学生時代に何してたかってことね。そうさ、大体の人は学生時代って親からお金もらってさ、で親から時間もらってると一緒だよな。なんでかって言ったら、ね、生活コストはみんな親が面倒見てるから。でそうすると当たり前のように要するに学校に行って当たり前のように学費払って、で当たり前のように勉強して、で、ね、当たり前のようにテストを受けてね、でなんとなく成績がいいとか悪いとかなんだけど、でじゃあ果たしてさ、その就職する段階になった時にじゃあ今までのその時間っていうのはね、あの有効だったかどうかってことは誰も検証しないんだよな。で新卒で入ってくる、そうすると当たり前のように給料をもらって当たり前のように仕事してればいいと思っちゃうんだよな。でそうすると当たり前のようにあのどん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 時間だけ浪費する形になるわけ。そうすると要するに自分にストックが何もないじゃんってことにようやく気が付く人たちっていっぱい出てくるわけで、本当だったらまあ、僕なんかはさ、なるべく早く、ね、あの社会に出てさ、なるべく早くさ、ね、あの稼いでさ、なるべく早くさ親からのね要するに脱皮をしようと思ってるわけじゃん。ところが脱皮できないんだよ。なんでかっていうと学生時代でさアルバイトに行くようなとこってほとんどろくなとこじゃないじゃん、ね、要するに我々がアルバイトで、ね、あのいわゆる行くところっていうのは要するにあの比較的さ、なんていうかな、あの所得が低いところだ。でそこに行くよね。でそれを当たり前のようにさアルバイトで時間で身売りしながら仕事して給料はもらうよね。でも自分に身についてないんじゃないかなってだんだん気がついてくるわけ。でそれを経験がね学生時代にできたからよかったけど、それをさしないまんま社会に出ちゃうと自分の、ね、要するに価値だとか、ね、要するに自分の、要するに、存在だとか自分の知識だとか、ね、自分のスキルだとか全然気にしないでそのまま生きちゃう人いるんだよ。ダメでしょって思うわけ。だから僕はね、まあ、今うちの会社の場合はね、まあ、宅建っていう一つのハードルがあって、まあ、取れたらね、営業の仕事ができるけど取れなかったらずっとアシスタントの仕事しかできないよねっていう一つのハードルが出てくるよな。あともう一つは仕事をしながらさ、要するに、ね、我々っていうのはね、営業活動で稼いでるわけだよな。でそれが比較的さ、まあ、35% ぐらいの人がそれを味わってるわけ。であともう一つは事務系の人たちもね、要するに、ね、いろんな形でさサポートするわけだよな。直感比率を考えると、まあ、直接部門の方がまだ少ないかもしれないけども会社全体でなんとなくさ売り上げが分かる仕組みになってるじゃん。そうするとなんとなく会社ってのはこういうふうになってたないうのが分かるようになってるわけだから、そこの中でじゃあ自分たちが何をするべきかってことを、ね、分かる人と分からない人、これね、存在するわけですよ。だから分かる人は分かってどんどん進化するけど、分からない人はなんか時間だけ過ごしちゃうってことになっちゃうよねってことでね、やっぱりね、僕はね、時間ってねすごく有意義だなって思ってる、有意義とか時間ってのはね、お金以上に大切だなと思ってるわけで、それは何かって言ったら今ね、本なんか書いたりするよな。そうさ、移動時間ってさ無駄なんですよ。もうとにかくね、昔はね、移動時間というとなんか今日は仕事はないからビールでも飲んじまうなんてビールかなんか飲み出して、ね、夕方おいしいとこ食べ行って、でそのままホテル行って寝て、で、まあ、朝から、ね、ちょっと準備して午後から公園みたいなことを前はやってたけど、その時間っていうのはすごくもったいなく感じるようになってきちゃったわけだから、移動時間もずっと原稿返してたりさ、で今回は自宅の、ね、1階に、事務所も作ってるから、ね、要するに通勤時間もったいないなと思ってるわけで、それは何かあったらさ、片道、ね、50分くらい、ね、かかるわけだな。往復でだいたい2時間かかるわけ。2時間あればどれくらい原稿書けるかなって考えたら、やっぱり、ね、日曜日たまたま上のね、会議室使うっていうことになると、後ろにいてもさ、なんか出入り不自由だし、じゃあ家で帰っちゃった方がいいやなって言って家でやると仕事の効率すごく良くなってきてるわけで、時間ってさ、もうだんだん年取ってくるとね、もったいなくてしょうがないわけ、ね、とか言って昨日は一日ヘベリーに乗っちゃって説得力ないかもしれないけど、ね、でも時間ってさ本当もったいないんですよ。だから若い人が若い時代に、ね、時間っていうものに対しての価値観な、なんかさ、
休みの日にね、あのパチンコ行ってね、あのそのね、タバコ臭いとこでずっとねパチンコやってお金かけて無駄な時間使ってで損する人たちで世の中にいっぱいいるわけだろ。それは無駄だからね。やっぱりどうせやるなら同じ時間をかけるならね、かけた時間で稼げるようにしないといけないわけだろ。ね、ストックもそう、資産ね、あの会社にいるときにさ、資産って何かって言ったらお金だけじゃないよ、ね、知識も資産だから。で僕なんかはあの、ね、若いうちに、ね、そこそこのね、要するにいろんなことやってあの経験を積んだことが資産となって残ってるわけだよな。でこれはね、あの後継者にうっせないんですよ、自分の経験だから。だから、ま、あの若い人たちにどん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 経験をしてもらわないとダメだ。ね、あのね、僕のところにこうほらなんか USB だっけついてたらさ、ピューッと出してピュッて、ね、出せるんだったらいいんだけど、できないんだよ人間だから、ね、だからやっぱ若い人たちがやっぱ、ね、あの上の人たちの経験をよく見ながらね、自分たちがどんどんその蓄積をしていかなきゃダメだっていうこと。あの人間の知恵っていうのは人伝いでしか来ないから、ね、だからそういう意味ではあの上司の人とか仕事でき、特に仕事できる人について仕事を学ぶこと、これが僕は重要だと思うから、まあ、ぜひね、うちの会社いっぱいあの優秀な人たちいるんだから、若い人たちね、その人たちの知識を、ね、もっとあの有意義にさ吸い取る気持ちで仕事に取り組んだらいいんじゃないかなと思うね。まあ、ぜひお願いします。以上。